はじめまして、インターン生のカバと申します。今回から10回に分けてポケモンについて紹介していきたいと思います。ポケモンはゲームから始まり、1996年からずっと続いている大ヒットコンテンツです。今回はそのゲームの歴史について、紹介します。ポケモンは1996年発売のゲームソフト、ゲームボーイソフトですね、ポケットモンスター赤緑が、発売されました。そこから始まり、その後、1996年同年にポケットモンスター青が発売され、その2年後には、ピカチュウ版が発売されました。これらの、ゲームのストーリーはほぼ同じなんですが、ピカチュウ版に限っては最初からピカチュウを、連れて冒険を始めることになっております。世代は変わって、1999年に、ポケットモンスター金銀が発売されました。ここまでで、ポケモンの種類は251匹になります。2000年にはクリスタル版が登場し、内容はほぼ同じですが、キンキンとは異なる要素が追加されました。また世代は変わって、2002年にはゲームボーイアドバンスで、ルビー&サファイアが発売されました。様々なシステムが加わったことで楽しめる要素が、より増えました。2004年には、ポケモン赤緑の、リメイク版として、ファイアレッドリーフグリーンが発売。本編に加えて、新たなストーリーと、マップが追加されました。同じく2004年に、ルビーサファイアの、新バージョンであるエメラルド版が発売されました。ルビーサファーの、本編の内容はもちろん、いくつかの要素も追加されて、楽しめる、要素が増えました。2006年には、また世代が変わって、ゲームハードは DS、Nintendo DS へと変わりました。そして、ダイヤモンドパールが発売されて、ハードが DS に変わったことで、Wi-Fi 機能が追加されたので、世界中の人とネットワーク対戦が、可能になりました。その2年後に、2008年ですが、そのダイヤモンドパールの新バージョンであるプラチナが発売されました。追加ストーリーもあって、プラチナ限定の、新要素もあります。今回は、ここまでとします。続きはまだまだあるんですが、それは次回に回させていただきます。それでは。